トムロフトのレースバと飼育日誌シ、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。8月30日火曜日の朝です。今日の朝は曇り空、厩車の中も暗いし、外も暗い状況です。あとは素直に外に出てくれると思えませんので、厩舎の中に入って。 追い出しをして。社外をしたいと思います。あとを追い出して。外に出てきました。あとはもう集団になって飛び始めてます。今飛び始めたばかりなので。飛び方としては元気いいし。思ったよりも上空に上がってます。今日の天気は曇り。風は北風。 ゼロメートルから二メーターぐらい。時々ちょっと。寒いなと感じるような風が吹いてます。今日の気温は。二十点四度。湿度は八十五パーセント。とうとう二十度。近辺まで気温が下がってきました。二十七八の時には、口を開けて、はあ、入ってた、はと。ここまで気温が下がってくれば、飛びやすくなったでしょう。ちょっと今日は曇ってますしね。 湿度も高いんで、どん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 こう飛び回るというふうな状況とは思いませんけども。気温がこれだけ下がりましたので、それなりの時間飛んでほしいなと思います。また飛ばすように黒旗を振って、後の飛翔の応援をしたいと思います。6時を過ぎまして、後が少し低いところに降りてきました。 まだ飛翔スピードは結構早く飛んでますけども、低空に降りてきたので。そろそろ旗を振ろうかなと思って、今旗を準備してます。あまり早いタイミングでね。送ってもそれほど効果がないんで、旗が降りたいなと思う時に、まあ旗を振りたいなと思ってます。その降りたいなと思う、そのなんていうかな、ちょっと前ぐらいがいいですね。降りたいなと思って。 行ちゃってると旗を出しても降りてきちゃうこともありますんで降りたいなぁというなんかシアげな感じの状況の時に旗を振ればと思ってますだいぶ旧舎の周り降りてきました撮影やめて旗振りに入ります旗を3分間ほど振りましてその後旗を固定してきてます旗は黒旗に 反応してくれて、再び上空に上がって飛び始めてます。飛翔スピードも最初の社外時と同じくらいのスピードですね。今日は気温が低いから社外スピードを落とさずにずっと飛翔してくれています。まあ、毛巾が出た時の、このダッシュした時のスピードとは随分劣るんですけども、それでも普通の社外の時、このくらいのスピードで飛んでくれれば、 いいかなというくらいのスピードで飛んでますあとは絶好調になったときに横に広がってジグザグで飛ぶというそこまではちょっといつになるかわからないんですけども黒旗に反応してこのように上空に上がって飛んでくれるのは非常に嬉しいですただいまの時間は6時30分になるところです鳩がまた低空に降りてきました 今社外開始から40分経過ですね今日みたい涼しい日40分の社外じゃもったいないなと思いましてもう一度旗を振ることにしましたもう少し飛んでほしいという願いを込めて2回目の旗振りをしますただいまの時刻は6時55分になるところですあとは急車の周りぐるぐるこう旋回して だいぶスピードも落ちてきました。ここまでの飛翔時間は65分になります。もうそろそろ降りてきてもいいんじゃないかなと思って様子を見てます。涼しかったのと旗振りの2回でちょっと鳩はビビったのかな。なかなかいい飛び方をずっとしてました。これからこういう風な飛び方の日が続けばいいんですけども、 また暑い日も来るということなので、この飛び方は今日だけで終わってしまいそうですね。ハは七時に降りてきました。今日の飛翔時間は七十分。涼しかったので元気な飛翔と黒翅の応援でよく飛んでくれました。今日よく飛んでくれた原因の一つ。 旗振りの応援もあったんですけどもカラスの応援もありましたねちょっと離れてる電柱の上にカラスが来てこのカラスがカーカーカー,カー鳴いてました70分飛んで降りてきた鳩うんあまり表情を変えてませんね70分飛んだなっていう感触の鳩ではないですねこの順調さを維持してアキレースに参加したいなと思います 順調さを維持すするのは難しいですよね鳥の体調を崩すのはもう本当に簡単ですからもうしばらくしましたら呼び込んで今日の社会を終了したいいと思いますあちこちのブログを毎日見てるんですけども皆さん訓練を始めてるようで私たちも訓練を始めてるんですけどもまだ本当に近いところしかやってないんで。 早く50 80キキロ、80キロぐらいいいままでですすね訓練やりたいなと思います今頭を悩ませてるのはその訓練に行くタイミングですね天気予報を見てると訓練に適した天候という予報が出てません今年は秋雨がちょっと早めに始まってるんですかねであれば早めに終わってくれて9月の10日過ぎぐらいから バレのいい天気になってほしいなという気持ちですこれから天気予報を見ながら高級訓練行けそうな天気予報が出た時はそこを狙って訓練に行きたいと思ってます本日もこのブログにお越しできありがとうございましたまた次回もお越しいただきたくよろしくお願いします失礼します